FM Naha. Your radio station.本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。かなとかなでのかなえるラジオ開演いたします。こんにちは。はい、こんにちは。7月24日火曜日、時刻は16時1分になりました。エンタメ情報番組かなとかなでのかなえるラジオ、パーソナリティは FEC タレントの綿貫かなと、明るく楽しく元気よくフリーでよくしゃやっております田原かなでです。はい、以上の2人で、元気にね、今日はね怖い話をお届けしたいと思います。せい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 神でせいよし人の名前出しちゃった。なんで人の名前出しちゃったさあこの番組は演劇のことや県内外で活躍している役者表現者の方たちを応援したい、もっとたくさんの人に知ってほしい、という思いから、始まった30分画面です。よしやれやれ。ジャンルに問わず、さまざまな演劇、イベント情報を発信していく、番組と、なっておりま ます。いやー開始2分でもこのテンションだ怖いよこれいやーさあ、ね、うん、いいですね。ね、今日もゲストなしでまあ2人でやっていこうよ。そう、2人でもね盛り上がるから、盛り上がる。もう誰も手も借りなくても、ね、1人でできるのか、誰でできるし、できるし2人でやろうよ、2人でやろうはい、というわけでですね、今日のフリートークのテーマは、ツイッターの方でも言ったんですけれども、そしてね先週も言ったんですけれども、ね、怖い話でございます。いやね、夏だからね。そうなんだよ、怖いことしようよ、まあ、なんだろう、そういうなんか霊的な怖い話もありつつ、他にもねなんかいろんな怖い話聞けるといいね。あ、人間の怖い話みたいなね。そう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 、女子の怖い話みたいな。怖えなっていうやつね女子の怖い話はね結構ね、いっぱい聞くけど。あ、ほんと？ほんと、てか私が怖いなって思ったことが一応今日はとっておきのやつを持ってきました。マジですか、はい、やばい。聞いていただけたらと思います。まあその前に一回ちょっと曲いく。あ、そうだね、はい、リスナーの皆さん様からもね、テーマに沿ったお話、怖い話をですね、メッセージね、その他のメッセージもじゃんじゃんお待ちしておりますよ。はーい、メールアドレスいきます。780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp。 またこの放送はツイキャス、ユーストリームで動画配信もされております。動画でご覧になってる皆さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いします。反応が遅れるからで、オーケー。じゃあ1曲いってみよう。はいよ。ですね、とっておきの曲を用意しました、はい、H2H で Feels Like Heaven です。
78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。ほい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 、オフトークって言っちゃった、マジで普通にトークしていこうぜ。ごめんなさい、フリートークでございます。さあ、じゃあさっきのね、とっておきの怖い話っていうのを、これマジでマジであった話をちょっと今日話そうかなと思ってまして。お、マジですか。はい、まあ今日のね、怖い話なんですけれども、はいはい、これを体験したのが中学校3年生の時だわけ。ほう。で、あのまあ洗濯授業があってさ、うん、あの洗濯授業って言って、あの人数バラバラになってこう、うん、あの中3の時のこの別々全員が別々のちょっと授業するみたいなのがあって、うん、その教室でまあその授業がありましたよ。だけど前、うん、前日じゃない、その前の時の授業が、体育かなんかで、うちめっちゃ疲れててから、おで、この教室の一番端っこ入り口に近い席に座ってたんだけど、うん、ちょっと居眠りしてしまったわけさ。おほほほ、もう眠すぎて、やばい、これちょっと本当にやばいわと思って寝たら、うん、左肩をさ、ほう、こう触られて揺さぶられたわけで、うん、しかもさ、これがさ、普通に洋服着て、洋服っていうか制服着てるさ、うん、だけど肌にさ、じんわりさ、うん、熱みたいな感じで手の形の熱がこうなんか伝わってくる感じ。じゃあもう本当に人が触ってるみたいな感じなんだ。そうそうそう。でそのままこうじんわり掴まれるでもない、なんか変な感覚でハッて揺さぶられて、でうちそれで一回起きたわけ。ハッてなって起きたんだけど、うん、先生教壇に立ってるわけ。でうち隣に席、あの洗濯授業だから人数少なくてみんなもバラバラに座ってるんだけど、うん、前にも隣にも誰も座ってないわけ。そうで、はってなって、うん、うわー怖いわーと思って、なんか変な感じだと思って、うん、まあその日、まあ帰り道でね、うん、あのそのまま稽古に向かうってなって、あのそのまま歩いてたわけさ、うん、そしたらなんか耳元で急に奏でって名前呼ばれたんだけど、うん、後ろ振り向いても誰もいないわけ、うん、はーってなって、なんか今日ちょっと変な体験すると思って、うん、ちょっと怖かったわけさ、うん、でまあその日そのまま学校終わって、帰宅じゃない、稽古に行って、うん、で稽古から帰ってくる時に、うん、まあお父さんが迎えに来てくれて車に乗ったわけさ、うん、でそしたら車に乗ってお家にこうなんて言うんだろう、まあ車を駐車場にね入れようとした時に、うん、窓にさボーンって何か大きい音が鳴りよったわけ。そしたら、うん、テニスボールがぶつかってきよったわけさ。びっくりした。はい、で、はってなって、で家のところからよ、うん。家のところからテニスボールが飛んできてぶつかるわけ。家のところから。そう。だけど、うん、こうあのヘッドライトというか、うん、あの車のところ向けても、うん、飛んできたところに向けても、うん、ボールが、あ、ボールっていうか人がいないわけさ。で。だけどそのまま待ってたわけよ。はっ、父さん今なんかぶつからんかったって言ったら、うん、あ、ぶつかったなって言ったら、なんもないところからそのままボールがボーンって飛んできてから、で車のそう、あの前のミラーにバーンって当たってから、はっってなって、あ、待って待って、めっちゃ怖いと思って、やばい、鳥肌やばいんだけど、やばいさ。で、はなんか今日なんか変な体験するなと思って、で、うん、もう怖いから、うん、夜寝る、一人部屋だったんだけどうち、うん、夜寝るときに音楽聴きながら寝ようと思ったわけ、うん、で、あのこの ラジカセみたいなのがあるさ、うん、それをラジカセから、うん、あのラジオを流してたわけさ、はいはい、夜にやってる番組、うん、でめっちゃ盛り上がるやつだったんだけど、聴きながら、まあ要はあのなんか何してたかな、普通に漫画読んだり携帯いじったりしたんだけど、うん、このさ、ラジカセの音がさ、どんどんちっちゃくなっていくわけ。ほほほほ、はーってなって、うん、あ、もうやだ、うちもう今日本当に怖い、やばいと思って、うん、いや、もう寝ようと思って、もう寝たわけその日そのまま、はいはい、もう怖いけどとりあえず寝ない、やばいやばいと思ってもう寝たんだけどさ、そしたらその日さ、うん、夢を見たわけ、うん、で旅館にいるんだけど、まあ友達と二人で旅館にいたわけさ、うん、そしたらまあ停電じゃないけど急になんか周りが暗くなって、うん、あってなって、あ、まあでももう夜も遅いし寝ようかみたいな感じになるわけ、うんうん、夢の中でね、うん、そしたら廊下の方からさ、足音が聞こえてくるわけ。え、誰もいないのに、うん、もう夜だからもう旅館の人とかも寝てるはずなのに、うん、で、うちらのところ角部屋だわけさ、あー、やばい。で、なんか足音が聞こえてくるんだけど、なんかさ、ピタ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 みたいな音が聞こえてくるんだけど、これがさ、うん、なんかさ、等間隔じゃないわけ、なんかさ、ピタ、うん、ピタ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 みたいな感じで来るわけ。怖い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 、はってなって、
あ、なんか怖い、やばいやばい、なんか怖いから隠れようって言って、もう電気も消えてるし、うん、とりあえずさ布団にかぶるわ、布団かぶって隠れてたわけ、うん、2人で、うん、で友達も怖い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 って言ってて、うん、で大丈夫大丈夫、絶対大丈夫だから何でもないよって言ってるけど、どん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 この足音がこの部屋に近づいてくるのが分かるわけ、うん、でやばいやばいやばいってなったら、あの襖がスッて開く音が聞こえて、うん、えってなって、そしたらもう静かにしてたわけ2人とも、うん、そしたらこの枕元の方にさ、うん、あの足音がさどん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 近づいて近づいてきて、で自分のところに止まったって時に起きたわけ、うん、え、寝てたの？寝てた。うちもう普通に寝てたんだよ。あ、じゃあ夢なんだ。あ、じゃあ夢でね、うん、夢でその足音が近づいてきて、うちの枕元の上に止まったって思った時に起きたわけ。はぁ、怖そう。でもその日も普通に朝で、うん、はっってなって、やばい今日これちょっと怖いわってなって、うん、まあこの一連の流れをね、うん、この時とってもうちが信頼していた英語の先生がいるんだけど、その方にお話をすると、うん、まあだいぶ青ざめた顔をされまして、ほう。そしたら、あの自分たちのクラスさ3年4組だったんだけど、うん、3年4組よく出るっていう噂の教室だったらしいのね。マジか。でそれがまあ相まりまして、あの一度お祓いをしてもらい、はいはいはい、まあ、教室の入り口にしようとかも思ったっていう。でそれからまあ何にもなくなったけれども、うん、なんかうち霊とか信じないんだけどさ、この体験はさすがにめちゃくちゃ怖かったなと思った。なんかその霊が会いに来たような気がして超怖かったあの時、はあ、っていう話でした。これマジガチ体験。さりげなく BGM 怖いのにしてたんですけれども。お気づきでしたか。あ、気づいてました気づいてました。怖ー、めっちゃ怖かったこれは。やばいね。もう 今でも思い出す。なんか熱くなるとさ、ちょっとやっぱり怖い話ってなんかあるじゃん、うん、なんかこれをいつも思い出してしまう、ね、ガチ体験話です。これって何いくつ、あ、これ中3、中3の時。中3だからかなり前、うん、ね、結構前だよね。15歳だからちょうど10年前ぐらいかな。もうお祓いしてもらったから、からそうそう、お祓いしてもらった時にもう何もなくなった。もう何もなくなった。そう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 、そう、あーよかった、何もなくてよかったね。本当にね、めっちゃ怖いさ。いや怖かったわあれは。ちょっと待って、ほんとやばいね。ちょっとすごいさ、聞いててさ鳥肌がすごかったもん。いやもうこれはもう本当になんか、これはもう傑作ですよね。もうさ忘れられない、忘れられないこの体験。これ傑作のやつだね。面白いね。あ、なんかコメント来てるね。はい、おうおうおうおお、かなで、うんうん、かなでこんちゆすですね。それ俺や、ゆすぶって起こしたのかっちゃんだって。マジか。あ、だったら許されるね。かっちゃんさんだったらね、もうね、本当にもう許しますけれども。なんだよもう、なんだよもうっつって。びっくりしたな。それ座敷わたぬきやんっつって。座敷わたぬき、かなか。そうそうそう、結構あの小刻みに私歩くから。マジか。ピタピタピタっつってから。座敷わたぬき、めっちゃ可愛い。こんなことしてたらダメ。こんなことをしてたらなんか私がやられそうだから。いやいやいや。お、はい、はい、アメリケンさんからもこういう話来てるよ。はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。子供の頃林間学校があり、夜みんなで雑魚寝していたら自分のところに白い蝶々が飛んできて、なかなか立ち去らなかった。ほう。おじいちゃんが入院中だったので嫌な予感。帰宅したら誰もいなくて、母の書き置きがあり、おじいちゃんが亡くなったので出かけてくるといい。これ下があるんじゃない。下があるかな。あ、いいい言ってましたとかじゃない。あ、なるかな。多分文字数じゃん。あ、なで、あ、そうかそうか、出かけてくると言ってましたかな。で、と言ってましたっていう。あ、じゃあおじいちゃんが会いに来てくれたのか。そうだね。うちのおじいちゃんとかも四十五日、あ、うんうん、四十五日だっけ？四十九日。四十九日だ。あ、ごめん、四日だ。四十九日の日にちょうどあの挨拶しに来たりとかしてた。なんか、うんうん、あの東京の方の実家なんだけども、うんうん、あのであの父が自営業してて、うん、そこの社員さんが霊感があって、うんうん、でその人が、あ、今日お父さん来てますよって言って、社長って言って、で、挨拶してからお辞儀してそのまま消えてったんだって言ってて、うん、でそれを父親に言ったら、父親が あれと思ってカレンダー見てみたら、うん、ちょうど四十九日経ってたんだって。うわとかあるし、うんうんうん、いいよね、ちょっと怖い話。やばいやばい。私もね、簡単にですけれども、うん、はいはい、霊感があるので結構あるんですけれども、うんうん、そこまで怖くないよ。あ、ほんと？そこまで怖くないんだけど、ちょっと今ドキドキしてる。なんで？そうで、沖縄来たばっかりの時なんだけど、はいはい、うん、私家
とか帰ったりとかしても、うん、なんか結局家の位置よく分かんないから、うんうん、で外出かけるとしても分かんないから、うんうん、カーナビをつけてたんですよ。あ、はいはいはい、でカーナビ今もまあ、ね、活用してるんですけれども、はいはい、特にねあのもう出てきた道、うん、私の頭で考えずにそのまま走るっていう、うん、分かんないからカーナビの言うことは絶対って思っててなるほどね。そうで、まあ、沖縄に来てすぐね、うん、夜中にどうしても出かけないといけないことがあってですね、母親と二人で、近くの竜王まで行って、はいはい、でナビ使って、うん、あのスーパーとかあのリューボまで行ったんですよ、うん、で今ね思えば大通りで行ったらすぐまっすぐ行ったら着くの、うん、なのになぜかその時はカーナビが裏道の細い路地を通らして、うん、わざわざ遠回りにしてリューボに着くっていう感じにね、はい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 、されちゃってて、うんうん、で、まあ、よくわかんないけどそのままね進んでたわけですよ、はい、そしてから途中で、うん、なんつったら裏路地に入ったあたりでですね、うん、あやばいなこれ、うんうんうん、なんかこう分かるか雰囲気的なねなんかちょっとした第六感が働くんですね。そう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 。でもね街灯もない、はい、真っ暗、はい、でたまにあるけどこの細い光しかないみたいな、はい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 、普通にでも人はいるわけよ、うんうん、普通に歩いてスーパー帰りの人が歩いてて、うんうん、家帰ってったりみたいなしてる中でもねなんだろう黒い影が、うん車乗ってるのにさビンビン通ってるわけよ、うんうん、3体ぐらいあやばい怖い怖い怖いと思って、母親も思ってたみたいなんだけど、うんうん、私がやばいなって言ったらやっぱやばいよねってなってから、でまあそういうことがあって結局まあ竜坊までは行って必要なものを買って、うんうん、家帰ったわけ、うんうん、で怖かったねっていうやり取りをしてて、でその日の夜に風呂入ったわけよ、うんうん、で曇りガラスになってるわけよね、はいはい、風呂場、うんうん、でなんだ着替えるところっつったら何つったらいいな、うんうん、脱衣所みたいな、脱衣所、うん、脱衣所のところに曇りガラス越しに誰かがずっと立ってるわけよ、うんうん、で母親と思うさ、うん、で母親がいるから何してんのかわからんくて、うん、何してんのってずっと聞いてたんだけど、うん、返事しないわけよ、うん、だからまあもういいかと思ってから、うんうん、でまあその後風呂出る頃には誰もいなくなってたから、うん、だから母親がなんか脱衣所だからさ、うん、洗濯物とかやってたんだろうなって聞こえなかったんだろうなって思ってたわけよ、うんうん、してまあ特に気にせずに、うん、何も言わずにその翌日、まあそのまま寝て、うん、その翌日の朝見てみたらベッドのところに私のじゃない明らかにこんな長これぐらいって何センチぐらいなんだろう、なんだろう、1メートルぐらい、うん、1メートルぐらいある黒髪のちょっと縮れてる髪の毛が、うん、私のベッドのところにあって、で、あれと思って、うん、よく考えてみたら、うん、風呂場で見たあの影って明らかに母親のものじゃなかったなっていう怖い話がありました、うん、やだもう今日寝れない大丈夫、奏のよりは怖くない、うちお風呂入れないお風呂入ってる時さ、前聞いたけどさ、うん、視線感じる時ってさ後ろからじゃなくて上から、上から見てるでしょ、上から見てんだよ楽しい、怖いわ、そう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 、便所行くのが恐ろしいぞとか言ってますけどね何か言いますよきっと、そうね、帰ったらホラーゲーム決定やなって言ってますね、いやね、ゲームでもホラーゲームは怖いからね、うん、あんまりやらないです、びっくり系が苦手なのよ、うん、あ今お化け屋敷はあれかな、のっぺらぼうかな、次やるの、あー沖縄の、そうそう、うん、あるよね、いやー、いやーかなからさ教えてもらったアイデンティティっていうゲームがあるじゃないですか、うん、はい、いやあれがねもう怖すぎてプレイができなくて私でもハンター側だったら面白いって、ハンター側だったらいけた私サバイバー側が得意なわけ、あ、ほんと、うん、やろうじゃん、でもまあね、じゃあ逃げて、うちが追いかけるからこれ友達同士でやると強いわけよね、うーん、おーって話でやってたんですけれども時間が、はい、おやばいやばいやばい、早い早い早いぞ今日は、怖い話したら早いぜというわけでジングル流して、もう近日やります舞台の情報を流したいと思いますよ、はい、はい、では行きましょう、すいませんすいませんでした告知コーナー、はい、告知コーナー、謝罪するんで許してください、おい、はい、うん、許す、やった、警察いらないね、すぐ許すさあ告知コーナーですけれども、近日
ありますよね、はい、ありますありますありますよね。そうなんですよ、8月4日5日にですね、帰宅部という舞台があります。こちらが首里アルテの、はい、アルテ崎山 A ホールですね、はい、で行われます。でもうだいぶチケットもね、はい、売れてしまい、ちょっと満席になりつつあるのですが、5日の ありがとうございます5日のお昼がちょっと席に余裕があるので、うん、よろしければ皆さん、お昼ね、この帰宅部の公演見に行った後にまた夜公演何かね、うん、あればぜひぜひ見に行っていただけたらと思っております。そうですね、うん、で、チケットの方が一般が2,000円、学生が1,500円、1,000円だったかな告知コーナーですはい、ツイッターで見てくださいはい、で、まあ、チケットの予約とかはまだまだ、私の、Facebook とか Twitter とかからも、コメントなどで受け付けておりますので、ご予約は必ずお早めに。沖縄の方々ちょっと予約が遅い方が多いので、予約してくれたのに席がないとか絶対にありえます。なのでぜひぜひお早めにお願いします。はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、私からもう一個いいですか。はい、お願いします。はい、7月28日土曜日にですね、うん、コザお笑い劇場ということで FEC の、お笑い劇場が、はい、ございます、はい、そこにですね、私FEC で正式デビューが決まりまして6分ほどの再現コントに出演させていただきます、うんうん、イエーイね、爪痕を残していこうと思っていますので、うんうん、ぜひ、見に来てくだされば嬉しいです、はい、沖縄市民小劇場アシビナーでございます。沖縄市なんで、はい、ちょっと遠いんですけれども、うん、よろしくお願いします。前売りが1,000円、当日が1,500円、高校生以下ですと、半額になります、うん、開演が18時半になりますので、30分前に会場がありますので、何言ってるか分かんないですけれど、とりあえず、チケットのお問い合わせは FEC オフィスまたは私の SNS などでよろしくお願いします。はい、はい、というわけでどうしますか。もう一個言います。あります。あ、告知はこれだけかな。あ、私やばい、またやっちゃった。どうしたんですか。この番組は、はい、一期一会、もっとは一期一会出会いを大切に働けるまでこの仕事を続けたいタクシードライバーの棚原乗務員さんの提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ないですはい、大丈夫です。後半にももう一回言うんで大丈夫ですよもう後半だけどエンディング、そうで早めに早めに言っておきましょう、うん、8月25日26日おお、土日にですね、うん、罪の名前、はい、去年の4月頃に公演やりましたものが、ね、再演決まりまして、イエーイ、今回もほとんど同じキャストで、そうだね、かなでと私も出まして、うん、まあ、何か変わりますけれども、うん、一応キャストはほとんど一緒で脚本もまあ一緒なんですけれども、うん、演出などがコロッと変わる可能性がございますので、また ね、 去年とは別の作品のような感じで見れると思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、こちらがですね、一応遠いんですけれども、まあ、8月25、26日で我が町の小劇場であります、はい、チケットのお問い合わせなども、私だったり奏だったりの出演者の方の SNS などをチェックしていただければと思います。お願いします。はい、って感じですね、告知は。さあ、ではエンディングに行きましょうかね。さあエンディングでございます。はいはい、はい、って急になんかニュースキャスターみたいなエンディングですね。エンディングですね。はい、はい、そろそろ別れのお時間です。お別れのお時間でございますさあ仙人さん、遅刻って言ってるんですけど、私遅刻してないですからね。告知のことじゃない、違う遅刻って書いてあるさこれでも先生ですね、私個人的にさ、うん、アイミルキーさんのさ、棚から奏さんが落ちてきた時は怖かったなってちょっと面白い棚から奏で、棚から奏でさ、棚から奏でみたいなそうそうそう、棚原奏でね、なんかひょっこりはんみたいに出てくるかもね。ひょっこりはん、これ言っていいのかな、これ呼んだーって言って、呼んだーって言ったらやだよやだよ、怖いよそれはめっちゃビビるわあ、待って待って待って、あ、棚原乗務員さんよりですね、メッセージです。人生で怖かったことは小学2年の時、隣のみゆきちゃんに泣かされたことかななんだかなんだやたら、なんだかやたらいつも怒っていた、うん、弱です弱ってやめなさい、弱とか言う、死ぬのだしー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 、ダメよ、怖いですねみゆきちゃん誰よみゆきちゃん誰よこれいっぱいね、でもなんかね、この怖いけどさ、アイミルキーさんの話さ、うん、結構ほっこり、うんうんうん、しますね。私もほっこりする話とかいっぱいあるんですけれども、ね、でも時間がないから ね。さあ来週のトークテーマ決めてなかったね。まあまたこれは、まあ、ツイッターでね、うん、SNS で流しましょうよ、見ていただければと思います。はい、
さあ、この番組はですね、モットーは一期一会、出会いを大切に、働けるまでこの仕事を続けたい、タクシードライバーの棚原乗務員さんの提供でお送りしました。ありがとうございます。いやですね、あと1分ぐらいありますけれども、うん、今後もね、今後も怖い話がさ増えるかもしれないからさ、待っとくぜ。わかった、待っとくぜ待っとくぜ。私はダメですか。いやいや、待っといて待っといて。他にもっとあるの、もう言ってないだけでみたいな。そんなにないかな。なんでだよ、怖いなんでだよ、なんでだよ言えよ。いやいや、ブーイング長いの。まあ、それはまた後日ね、また後日でね、後日でね、うん、おしゃべりしながらまたね、はい、ですね、そうですね、はい、じゃあ、本日はですね、ありがとうございました。はい、さあですね、本日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。来週もこの時間にお会いしましょう。バイバイ。 YouTube 見てねどうして息も苦しいのに。